巨大ノートンファイターノートンファイターはシマンテックのノートンインターネットセキュリティの即反活動およびコンピュータウイルス等に対する警戒の啓発活動を行うイメージキャラクターである特撮ヒーロー風のノートンファイターが悪役であるインターネット世界上のモンスターを退治するという形の寸劇などでプロモーションを行うシマンテックにより公式サイトと ブログが用意されており、プロフィールも設定されている。敵キャラクターのコスチュームや、ノートンファイターのポスター、パンフレットも制作されるなど、力の入ったキャンペーンとなっている。2008年3月6日にノートンファイターバージョン2.0を発表。従来のものより、より早く、より軽く、一段と強くなった。また、ノートンファイターには、イメージソング、防衛戦士。 ノートンファイターという楽曲があり、この歌を影山博信が歌っている。2008年6月25日には、新宿2008年10月9日から12日には、幕張メッセに巨大ノートンファイターが登場した。巨大ノートンファイターは、ネットワーク犯罪組織 X 組の活動を監視するために NOC が設置したもの。二千九年三月六日には、ライディングフォームと、 バイクが発表された映像は YouTube にて公開されている防衛戦士ノートンファイターノートンファイターは地球とパソコンの平和を守る防衛戦士としてネットに接続されたパソコンへの攻撃に全方位的に対抗する力を持ったシマンテックのヒーローである2007年9月21日 NOC で北島博士の手により誕生したインターネット世界に住む戦士として ネットワークを介して、世界中のあらゆる場所へ移動し、敵を撃退する。そのサイズは1.7ナノメートルマイナス1.7メートルで、軽量の小兵でありながら、強く俊敏な動作が特徴である。その戦闘能力は日々進化を続け、敵を倒すほど強くなるという特徴がある。また、胸のレッドマークが象徴するように、4つの必殺技を持つ。 ノートンファイター自身は主にインターネットの中で活動しており、外の世界で事件が起こっている時は、サイコの持っている緊急用ボタンの合図でインターネットを通じて、瞬時に事件現場に現れることができる。ノートンファイターは、インターネットセキュリティ脅威に対してより強く戦うため、日々アップグレードされている。ノートンファイターが、ノートンファイターバイクに乗るために変身する携帯。 バイクと一体化し、最高のパフォーマンスを得るための装備、ネットワークから切断された場所にも迅速に移動できるように、ノートンファイターに与えられたオートバイ、NOC の最高責任者である北島博士が友人で、レーシングライダーの丸山博士にノートンファイターのパフォーマンスに耐えうるように、セットアップを依頼した。ベース車両は、ホンダ CBR-1000RR の2008年型。 ホンダのオートバイにはほとんど例がない機械の色が使用されている。名前にノートンとあるが、ノートン製のオートバイではない。NOCB クル360は北島博士の元愛車である。博士は新車で購入し、15年間日常の足として利用していた。その後、ノートンのセキュアオンラインストレージにアーカイブしたが、つい最近までその存在を忘れていた。 NOC 単位であるマモルが、ノートンセーフウェブの候補者を申請してきたことで、思い出し、復元を決意した。マモルは復元後、チューンナップは施し最後にカラーを、候補者として、目立つように、NOC 仕様に仕上げた。ノートンファイターを作った、天才科学者。NOC の最高責任者でありながら、純子と最古の父親でもある、NOC のインターン、年齢22歳で、 北島博士の長女、北島博士譲りで頭が良い。最近、正式に広報官に就任した。北島博士の次女、可憐で正義感にあふれる少女。普段はメイド喫茶でアルバイトをしている。ノートンファイターをいつでも呼び出せるように胸に、緊急用ボタンを隠し持っている。大学でファイアウォールの講義をするほどの天才少年。いつも、サイコと共に行動している。 男の子なのに赤いランドセルを背負っている。NOC の警備主任。多くの格闘技をマスターするほどの強者。北島博士の長女純子に思いを寄せている。北島博士の右腕として活躍している。ウイルス研究者。ノートン政府ウェブの特命担当も兼務している。NOC で毎日ウイルスなどの脅威が活動していないか監視している。ソーセージ。 ウイルス戦闘員をおなりこなりのグループでインターネット空間を駆け回ることにほとんどの時間を費やしている厄介な敵。世界中で PC ユーザーに大損害をもたらし困らせている。ウイルス戦闘員はインターネットにおけるより大きく危険な悪のノでした。あまり頭が良いとは言えないが、人数は数えきれないほど多い。ノートンファイターが倒せば倒すほど多くの戦闘員が現れるように見える。 黒いスーツに隠れる素顔は誰も知らない。悪意あるパケットが元になっているという説もある。謎の女性悪人。新宿界隈にアジトを持つ悪の秘密組織。X 組の一員。ウイルスやモンスターたちを手名付けて、現実社会やインターネット世界で悪さをしている。見た目は、セクシーでとても魅力的な女性だが、とても嫌な奴だ。最近は、ノートンファイターの活躍によりなりを潜めているが、 何時アウトブレイクするかわからないので注意が必要だ。モチーフはフィッシング。フィッシンガーは人々の個人情報を盗む。短期間ではあるが、被害者に変装して預金をそっくり下ろしたり、いたずらをする。またある時は銀行員になりすまし、偽物の仮設事務所まで作ってしまう。話しかみ手で変装名人だが生臭いので、最後には正体が明かされてしまう。ボットラースは、 頭の中にあるセントラルボットネットによって結合されたたくさんの小さなボット集合体、パソコンや人々を操り、無分別に大量のスパムメールを送信させたり、悪のロボットダンスを一緒に踊らせるなど奴隷化する、小さなボットを額に取り付けることによって人間をコントロール、頻繁にウイルス戦闘員たちを同行させ、蛮行を働く。 現在ノートンファイターにより NOC に隔離され、研究されている。しかし、2008年6月25日の新宿に、ボットラス V2 が登場しているので、アシュ編集の脅威は去っていない。この愚かでたわいないウイルスは、NOC のチーフウイルス研究者、ドクター・ゲルマンによって、最初に発見された。自分はコメディアンで面白い人だと信じて疑わず、悪ふざけが好き。 彼の体はヌルヌルとして掴みにくく、あらゆる隙間へ忍び込む。いささか臆病者なので、追い詰められると、インターネット空間の奥深くへ、こそこそと逃げ去っていく。モチーフは、トロイの木馬。トロイの木馬は、非常にずる賢い役人だ。バイクメッセンジャーや配達人になりすまし、怪しい小包を街中に置いていく。小包が開封されるとミニバク馬と呼ばれる、小さな分身が飛び出し、 障子に穴を開けたり、電気コードを切断したり、勝手に国際電話をかけるなど荒らし回る。モチーフはワーム。ワームーンは全人類と世界を心の底から憎んでいる。迷惑行為や器物損壊を働くことに大きな喜びを感じ、大混乱を招くことが多い。ひどく不快な浜木を吸い、小さな人間が入ったボトルでテキーラを飲む。ワームーンは興奮すると自己分裂するので、 最悪の場合彼から逃げられなくなってしまう。ワームを一匹見たら百匹はいると思え。スパイゾイドモチーフはスパイウェア。スパイゾイド三兄弟は他人のプライバシーを除くのが趣味の卑劣で陰湿な奴らだ。個人情報や写真などを盗んでは闇ルートで売りさばいている。三人それぞれ違う。覗きテクニックで狙った獲物を執要に追い回し、骨までしゃぶるように知り尽くす気持ちの悪い奴らだ。 ありがとうございます。